3年前にオープンしたんですけれども、最初のコンセプトはなんていうか特に外国人の方に来てほしいとも思ってなくですね、歌舞伎町でお店をやるっていうことは決まってたので、まあ、ターゲットは日本のビジネスマンサラリーマンの方ですね。ただそのロボットとかっていうのはその日本の男性のビジネスマンをターゲット層に考えた時に、まあ、小さい頃憧れていたもので最初はそういった感じで始めました。あとは照明とかもすごいキラキラしてこだわってエレベーターの中からショーのステージまでトイレまで全てド派手に、はい、そうですね。朝は早いと11時からレッスンですね、和太鼓だったりダンスだったり、その後1時間半ぐらいのリハーサルして本番前にミーティングをして始めます。リハーサルとかいろいろレッスンきついんですけど、みんなで乗り越えていくところも私はすごい楽しいしいいと思います。ちょっと内容が追いついてない部分があるなってずっと思ってるので、そうですね、何回来ても前より良かったと思われたいですし、その名前によって行ってみたいときっと思ってくださる方がいらっしゃると思うんですけど、来た時に、まあ、想像以上だったっていう風に思われたいので、常に先へ先へっていう気持ちを持ってお店はやっていきたいのと、ですね、名前ばっかり先行してないなって思われないようにしたいと思ってます。